おはようございます。12月23日水曜日、モターステープ株式会社代表取締役のモタハシです。今日ご紹介する商品はこちら、こしらえナイロントートバッグです。こちらの商品、当社の商品の中では一番高級な商品なんですが、まず特徴、このベースの部分のナイロンテープにあります。はい、この2つのテープ、こちらが通常の糸で織った流れの圧という商品です。はい、でこのカバンに使われているのがこちら、同じような見た目ですが、カリーという商品になります。このカリーという名前の由来、実はこちらの通常のナイロンの流れの圧に比べてこのカリー2割ほど軽いんです。まあ、そこからこのカリーという名前をつけたんですが、実際に測ってみると、はい、こちらが 1150g に対してこのカリー、はい、900g と約2割軽くなっています。この軽さの秘密は、はい、こちら、このカリーに使われている糸がこのような形、マガノリ状のように中が穴が開いている中空糸という糸を使用しています。そのため通常のテープのような見た目であるのにあるんですが、実際には軽いと軽くなっているというのが特徴です。はい、でこちらのカバンの方の紹介ですけど、まずベースの部分はナイロンテープで、こちらが牛革を使用していまして、このホック、ここをつまむと、よし、つまむと開くものになってまして、普通にここを引っ張っただけでは開きません。こうつまみながら開くようなホックがついていまして、で中は、はい、このようにファスナーのポッケと、はい、2個分かれているポッケが両サイドについています。でお値段は5万円税別です。カラーはこの黒のみで、形の方もこれのみになります。はい、お買い求めはいつものようにこちらのネットショップの方からお買い求めできますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も一日頑張りましょう。